マジ怖いっすこれ。こんにちは、クリッパーことクリッパートロニクスです。で、今回からマイニューギアのこのコルグさんの別のブランドのニューテクトっていうんですかね、これニューテクト NTS1 っていうシンセサイザーをやっていこうと思います。でですね、この NTS1 っていうのは自分で組み立てるシンセサイザーですね。ちょっと開けてみます。中開けるとこのバンドルのシリアルとマニュアルと、まあ、各パーツが入ってます。でぶっちゃけあのクリッパーはあの工作とかプラモデル作りとかめちゃくちゃ苦手なんですけど、ちょっと完成できるかどうかわかんないんですけど、とりあえず頑張ってみようと思います。ではコルグニューテクト NTS1 楽しんでいきましょう。NTS1 デジタルキットを組み立てていこうと思います。まず USB が入ってます。これ中の基板ですね。これネジ類ですね。これサイドパネルですかね。これが角のパーツですね。で NTS1 は全部工具も入ってるんで、ハンダ付けもいらないし、そのままできるみたいです。じゃあまずパーツを分けます。じゃあ全部のパーツ出すとこんな感じになります。じゃあこの基板をとりあえず分割していきます。ちょっと怖いですねこれ。あ、マジ怖いっすこれ。じゃあこれを真っ二つに。僕プラモデルとか買ってきた日に壊しちゃったこととかあって、ちょっとそれ以来トラウマなんですよねこういうの。とりあえず割れた。じゃあこの4つの角も取ります。じゃあサイドのパーツを組み立てていきます。でネジは黒いネジと細いシルバーのネジがあります。とりあえずシルバーのネジを使います。あのちっちゃいとやっぱなかなかやりづらいですね。とりあえず片方できました。じゃあもう一個やります。よし、できました。やっとです。できました。じゃあこれを底面に固定します。こんな感じですかね。で、こっちの場合は今度黒いネジを使います。よし、側面できました。じゃあこのゴムをつけます。まあ、とりあえずこんな感じで。こうですね。じゃあ次はキーボードをつけます。緊張しますねこれ。じゃあこれちょっとだけシール剥がして、で差し込みます。ちょっと曲がってますねこれ。カット。あ、これでいい感じになりました。でこの裏に差し込んでロックします。で僕さっきちょっとここ下がってたんで、ここ上げてから開くと入ります。でこれをロックします。じゃあこのメインの基板とドッキングします。これでドッキングしました。残りの黒いネジでこの背面とくっつけます。あ、これ裏表あれですよね。間違わないようにしないとかっこ悪いですね。本当に苦手ですね僕こういうの。じゃあ残りのこのパネルをくっつけます。このね、ちっこいネジはね、結構、くせもんっすね。
はい、では組み立てなんとか終わりました。こんな感じになります。じゃあ USB でつないで電源入るかちょっと確認してみます。 USB は背面にありますね。では電源入れてみます。お、電源入った。よかったです。お、音も出ますね。アルペジエーター。これ確か長押しでラッチモード鳴りっぱなしになるんですよね。なかなかいい感じに音の変化しますね。ディレイとかリバーブもついてますね。モジュレーション、コーラスとかエフェクターですね。これフィルターもハイパス、バンドパス、ローパス、一通りありますね。オシレーター、ちょっとこれめっちゃ面白そうですね。まあこんな感じで超絶工作音痴のクリッパーですら作ることができたんで、皆さんも全然できると思うんで、ぜひ買って作ってみてください。でまた詳しい使い方はこれからやっていこうと思います。